皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、タイトルにも書かせていただきましたけれども今回はですね「キスマイフット2のファンの皆様に問うということでこ <laughs> なんか大々的にちょっとねタイトル重々しい感じにしてしまっておりますけれどももうね私はね本ね 本当にありがたいことなんですけど、まあ、ボイストレーニングのお仕事をさせていただいてて生徒さんね、えーまあ、あちこちいろんな地域でいろんな場所でレッスンをさせていただいてるんですけどその中にですね私がこうして毎日いろんなグループの、えー、歌レポを上げさせていただいてるのをこう知ってくださってるね生徒さんがいらっしゃいましてでなんとその方がですねキスマイフットツー2の大,大大大大大ファンなわけですよ。 で、えー、ぜひ先生ね、えー、まあストーンズであったりとか、嵐、ジャニーズ WEST ニュース、まあその辺ももちろんいいんですけれども、キスマイフットツを見てくださいということで、えー、レッスンの時にね、これ見てくださいよって貸していただいた実はライブの DVD があるんですよ。これがね、じゃん、こちらです。はい、ちょっとここにね、可愛らしいお手紙までついてますけども。 トイーズという2020年のライブツアー2020年10月3日と10月4日の配信ライブなんですよと、まあ、ここを丁寧に書いていただいて、えー、アルバム「トイーズ」とシングル「エンドレスサマーの曲が中心ですメンバーのデュエット曲ありますなんていうねこういうですね、まあ、メモとともにぜひ先生見てくださいでこれ貸してくれたんですよちらっとこんなねちらっとこんな。 もうね、良さそうですよね。これも見たい感じなんですけど。で、ですよ。この時に、これ、このトイズだけではなくて、もう一個あります。デンホームという、このですね、今度は2021年ライブツアー。 これもまたね可愛らしいメモが書いてあるんですけど2021年5月の14から16配信ライブシングルラブバイアスの曲と各メンバーのソロ曲が中心です2021年はキスマイデビュー10周年とまでこう書いてくれてますありがたいです本当にありがたいでこの2枚を私がですねお借りしたのが実は遡ること4か月で 5月なんですすよ5月にこの2枚を借りしたんで,すで先生どっかのタイミングで見てくださいというふうに貸していただいたのに結果的に4か月これ借りたまんまですよこれ失礼な話なんですけどで、えー、皆さんご存知かどうか分かりませんけどまだこれ解説どちらもできてないんですでも私はずっとこれねレッスンで会うために「すいませんね」とこ見たいんだけどなかなかタイミングがって言ってたんですけど <laughs> つい先日その方またレッスン。 ちょっと待ってください本当に。でもう一個もう一個貸して頂い,いたんですよ。でこれはですね2 as one の楽曲が入ってるんですね。でこれねちょっとその方に聞いてみたところファンクラブでしか買えないこれあの CD 音源プラスですよ。とこの後ろに書いてあるんですけどブルーレイがついてましてこれね キスマイフットツーに会えるでしょう。2022今年です。ファイナルアットサンドーム福井ということで、なんと2022年、そして2021年、そして2020年とここにですね、キスマイフットツーのああメモがせっかくのメモが折れてしまう。はい、えー、映像作品が 3つあります。そしてこれをですね。何を問うかというと、皆さんキスマイファンの皆さんに私はどれから見たらいいでしょうか？と。はい、そういうことでございます。でですね。あの先日これ2022のお借りした時に確かにこれが一番新しいので、まあ、ね。普通に考えたらこれ、えー、見たいなという風うに。思って しまうんですけど先ほどもちらっと言ったみたいにこれファンクラブ限定のと、えー、いうかファンクラブの方しか購入できないものらしいんですねその方の言っていただいた話によると。だったとするならばこれを私今回これね見させていただいてそれを見ながらこう解説してしまって良いのかなというはいいささかちょっとそこが不安になりまして。でだからファンの方たちは ファンクラブ限定でこれが買えるようなのでうんいやそれはまだ見の見のっていうか見るのはいいけどこう解説するのはどうなのというふうに思われる方がいるんだとしたらこれはちょっとやめた方がいいかなとはい、まあ、私が勝手にそう思ってるんですけどじゃあ2021年のホームを見たらいいのかなと。 いうふううふに思うんでですすけどこれ各メンバーのソロ曲が中心です私は二階堂くんとか千賀くんの歌声ほんと素晴らしいなと思っているのでソロの楽曲を聴けるのはすごく楽しみなんですけどでも2021年のツアーを見るんだったらやっぱりまず2010年の方から見てくださいよというね、えー、方もたくさんいるんじゃないかなと。でこちらの方はメンバーのデュエット曲もありますという。 それぞれぞのねこうグループの曲ももちろん楽しいんですけどこれこれこれで私は迷っております皆さん。なのでキスマイフットツーファンの皆様に問うというのはですね私はこれどうしたらいいでしょうか。これを見ていいですよというふうに皆さん言っていただけるんであれば。 これを見たいなとも思ってます。だけどこれを見る前2022を見る前にやっぱりこの2つも見ないといけないような気もするんですよね。で実際は全部見たいんですけれども、えー、どうしてもこれ一つのライブ DVD ブルーレイを見ると今までのいろんなグループのですねライブ歌レポをやってきた経験上大体2週間ぐらいは2曲ずつとか言って 見さしていただいて解説して二週間ぐらいかかるんですよね。なので九、えー、月が今もうね半ば頃です。もうまあ一週間終わるぐらいです。となったら、えー、すぐやっても九月の二、えー、週、九月四週目から十月一週で。 えー、10月2週目から4週ぐらいな感じになっていくと思うんですけどもそうするとずっとキスマイ2つになりますよねまあそれはそれでいいのかもしれないんですけど、えー、まあできたらねたくさんの、えー、いろんなグループのファンの方ですそれからジャニーズ WEST のライブ DVD をまだ見たいのがあるんですよ「えー、レインボー」っていうアルバムアルバムじゃないライブツアーがあってでニュースのグループの今度ライブ4部作「えー、ネバーランドエプコティアワールディスタ」の次 ストーリーというこれも見れてないんですよ。うーんだからねちょどれから行こうかなとなった時に改めましてズジャキスマイフット2ファンの皆さんにちょっといろんな意見を聞かせていただきたいなと。で必ずどれかは見させていただきたいと思うんです。で、えー、今これアップさせていただいてるのが9月の8日木曜日この動画を今アップさせていただいてますのでとりあえず 9日金曜日、えー、夜の24時というかね12時9日から10日に変わる瞬間のところまでですね、えー、もし皆さんちょっとお手数ですけどもキスマイフット2ファンの皆様ですね今の私の持っている3枚それからこの2020年のやつはファンクラブでしか買えないものだということも踏まえて、えー、どれを見させていただいたらいいかと、えー、分かりやすく2029 20212022という感じで私はこういう風に見た方がいいと思います本当に皆さんそれぞれいろんな意見があると思いますので思うままに書いていただいてコメント欄ですねコメント欄に思うままに書いていただいてちょっとお手数なんですけども。で一応 えー、2020、2021、2022で、えー、正の字というか、ね、正しいという字を書かせていただいて、えー、どれももちろん見たいんですけどどれから見ようかとなった時に私はどれを見ていったらいいかということをですねキスマイフットツーファンの皆さんに問うてですね、えー、その結果を受けて、えー、ライブの映像を見させていただきたいなと思いますのでちょっとお手数をおかけいたしますが。えー もしよろしければね皆様の意見をいろいろと聞かせていただきたいと思います。えー、今回ね、あのー悪夢 <laughs> ちょっと言えなかった。アクムというね、えー、キスマイフット f 2の新しいシングルのカップリングの楽曲の、えー、歌割りなんかをね、私がちょっと聞いてて、えー、どうなったかわからなかったのを皆さんにお聞きしたところ、キスマイフット2のファンの皆さん、本当に温かく、えー、教えていただいた、えー、その皆さんにちょっとこう甘えてしまおうということで、えー、私がどの DVD、ブルーレイの映像を見たらいいかということを改めて、ちょっとね、お届けしましょう、これね。2020年。 トイズ2011年ホームあっちじゃない2020年トイズ2021年ホームそして2022年この、えー「キスマイフットに会えるでしょう」のファイナル3度ム福井どれを 順番的に一番最初に見たらいいかなということをですね年号を書いていただいて教えていただけたらそれの一番多いものを見させていただきたいと思いますので大変お手数をおかけいたしますがご協力をいただけたら非常にありがたいなというふうに思いますということでちょっと皆さんにねご面倒をおかけしますけれどもご協力をよろしくお願いしますということで「キスマイフット数のどの ライブの映像を見るのか見させていただけたらいいのか、えー、キスマイフット f 2のファンの皆さんに問うの動画でございました。皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。